今回は小田急小田原線小田原駅に来ています。本日はここ小田原駅より箱根登山鉄道線に乗りたいと思うんですが、あ、いっぱい来ましたね。今回はロマンスカーに乗りたいと思います。小田原から箱根湯本間をロマンスカーで移動、まあ短い距離だなと思うんですけど、短い距離なんですが、まあ、ここからね、あのロマンスカーっていうのはやっぱり小田急というイメージが強いんですけど、まあ確かに小田急なんですけどね、あのここはあのここから先箱根湯本までは箱根登山鉄道というまた小田急とは別の会社ということになっています。この箱根登山鉄道線内、いわゆる小田原から箱根湯本間のロマンスカーの特急料金は200円ということになってまして、これはロマンスカーに一番安値で乗れるということになっています。ロマンスカーは全車指定席で、例えば展望席がまあなんか、あ、展望席空いとるわってなっていても、買うこと、それ空いてるわと思ってても、その指定の座席のチケット、いわゆる特急券がないとそれに乗ることができないじゃないですか。空いてたのは、あ、なんだ空いてんのに俺は座れねえんだってね。でもこの当駅から箱根湯本までの特別急行券は空席がある場合に限り当日発車前に7番ホーム箱根板橋より待合室付近で発売しますということで、まあ、ここは箱根板橋よりの待合室なんですけど、この券で発売するということになっています。つまり通行員200円でロマンスカーに乗れちゃう。さらにこれですね、実は自由席ということになっていまして、もし一番前の全面展望できるスペースが空いていればですね、箱根湯本までのまあ大体10分15分間は200円で展望席を利用することが可能ということになります。今回はまあ空いているかどうかの保証はまだ何とも言えないのでわからないですけど、ロマンスカーにね、この小田原から箱根湯本まで乗りたいと思います。小田原から箱根湯本までのロマンスカーのうち200円ということでね、まあ、前の展望席空いてればいいなと思いますね。ちなみにこの、展望席付きのロマンスカーを待つためにね、2本ぐらい待ちました。寒いので誰もいない待合室にかくまりましたけど、この特急ロマンスカーはですね、基本的にあの小田原で結構な人がいるんですよ。これなぜかというと、こう小田原駅からね、あの200円、箱根湯本まで行くのに加算運賃が取られるんですね。まあ200円、この200円を惜しいと思うか、惜しくないと思うか、それはまあまた人それぞれですけど、あの、小田原で降りる人、まあいわゆる普通の通勤需要とか、あとはまあ箱根、この時間ね、この今16時53分、まあ5時ですよ。5時台にね、箱根に行きましょうって人は、あんまりいないと思うんですね。だから、あの、あまりね、箱根に、こうって人はあまりいないと思うんですけど、なので、まあ今の時間だったら多分展望席に座れるんじゃないかな。まあでも座らなくても展望席の一番前じゃなくてもね、どっかしらに座れると思います。で、今ですね、2人の係員さんが待合室付近に立っていますので、あちらの方にロマンスカーのチケットをくださいと言えばですね、ロマンスカーのチケットをゲットすることができます。というわけでロマンスカーのチケットくださいって言いましょうか。箱根湯本まで200円、これ小田原駅でも小田原駅で買ったことになって、小田原駅入居済みと書いてありますからですね、こちら駅管理小田急になってまして、ただあの箱根湯本、箱根登山鉄道線内で、の特急料金が200円だって言った通り、まあ、このサービスをやってるのは、ね、箱根登山鉄道の、まあ、サービスというか箱根登山鉄道の人がやってるものなんですね。まあ、なので、この今こういう箱根登山鉄道の、ね、駅員さんが手売りで販売、こういう、まあ、両方補充券を販売してますけど、これをね、あのこれは、箱根湯本の駅から、箱根湯本の駅からですね、駅員さんが派遣してこっちにね、あので、切符を売りに来ているというわけでございます。なので箱根湯本駅発券で、これ逆にですね、箱根湯本発小田原駅の特急券も
箱根湯本の駅で当日。iPhone のストレージがいっぱいになって、ちょっと待っちゃったんですけど、箱根湯本駅側でも、もしも、チケット、空席があれば、こちらのやつを手売り販売していると。ただ、これは前日に買うことや、また駅の券売機などで買うことができない切符となっています。当日、ホーム上にいる係員さんに言うことによって手に入る切符ということになっています。やってまいりました、VSE。あ、一番前ですけど、開いていますね。じゃあね、支援できます。このように、特急料金、3号車以外に乗車してくださいということなので、3号車以外に乗っていきたいと思います。なんかこの駅で、約3分ほど停車する。あ、まさかのこれ、あ、小田原箱根湯本か、あ、一人乗ってた。運賃200円で、まあ、特急料金200円で、ロマンスカーに乗車します。さあ、連接台車。ロマンスカー VSE ですね。で、手を触れると、オープン。ちなみに、ロマンスカー VSE は、窓側に座席が5度傾いています。際までもうガラスガラスで、ね、ちょっと曇ってんのが残念だけど、強すぎて前があんまり見えないんですけど、ただこの真ん中がですね、結構これがこっち側にカメラを照らすと結構ガッツリ見えるということで、今僕しかこの校舎に乗っていないので、好き放題ちょっとできると、まあ日曜日の雨の日ね、
200円ってスーパー贅沢なことしてますね。さあ箱根湯本の一駅手前の風祭りに着きました。この右側の線路がですね3線基準になっているんですが、まあ分かっていただけるでしょうかね。ここでロマンスがエクセとリゴです。本当に僕は200円でこの
ロマンスカーを貸し切っていたのか。すごい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。これは楽しかった。200円ですよ、これ。しばらくお待ちください。これ200円で楽しかった。運転手さんは僕が乗っていた上にいたんですね。今こうやって階段が降りてきまして、もう一段行きますよ。これが下にガーって行くんですけど、わかるかな。雨でみんな、あ、来た、人が降りてきます。降りてきた、あ、来た来た、ロマンスカーの運転手さん出てきました。まあ名鉄のね、まあ、パノラマカーだったりとかはこんなように、外の階段を使って上がったんですけど、まあ、それだとね結構、まあ、運転手さんもダリっていうのもあるので、まあ、今の名鉄のパノラマカーもそうですけど、こんな風に、中に階段をウィーンって降りて、人がいないことを確認して下に下ろします。僕がですね、前面展望を撮りまくっていたちょうど真下の部分にカメラがありまして、そこに人がいるかどうかを確認すると、展望席部分に人がいたらね、これをドアをこの階段をバーンとかね下げてしまったら当たっちゃいますので、人間にね、階段が、なのでそれは危険だということで、というわけでロマンスカーもう200円、まあ、約15分、まあ、今回は電車が遅れてた関係もあって 20分ぐらい乗ってましたけど、このロマンスカーでの旅、ぜひ皆さんも体験してみてください。ご視聴ありがとうございました。